小賀子山は栃木県宇都宮市にある山。標高は582.8メートル。日本百低山に選定されている。小賀子山は栃木県宇都宮市の北西郊外にある標高582.8メートルの低山である。俗に最も高い小賀子山のほか、三岳、赤岩岳が一体の山海をなして見えるため、これらをまとめて小賀子山と呼ぶこともある。 定山ではあるが、日光の入り口に位置しその独立した見事な姿のゆえに、定山としては北関東屈指の名山とも言われている。一見すると独立峰のようだが、実際は足尾山地が解析されたものであるため、足尾山地に属する。三武山頂には石星祠があり、御嶽神社が祀られている。御嶽神社が誕生されたのは後下4年のことで、 日本中で、宇たき信仰の校舎の結成が相次いでいた頃に符号する。こうした経緯があるため、三さ山という表記は誤りで、御嶽山と書くべきとする意見もある。なお、小菓子山の宇たき信仰は、比較的新しいもので、それ以前からお竹、目竹、第二竹、赤岩山の風穴を、小菓子の住民は、聖地として崇拝してきた。周辺は、 レジャー施設として利用されており、三丈には喫立する祈願を利用してのロッククライミングの練習場、赤岩山山頂にはパラグライダー出発場、また山陸島南側の赤川ダム周辺には国際大会の開催が可能なロードレースコースなどが設けられている。このうちロードレースコースでは国内唯一 UCI プロツアーチームを招待できる 日本国内最高峰の自転車ロードレース、ジャパンカップサイクルロードレースが毎年10月に行われている。レジャー施設以外にも、小菓子山山頂には携帯電話の電波塔が設置されている。小菓子山頂上は、電波塔のある南面は開けており、比較的展望が良好であるが、他の方角には木々が茂って、見晴らしがあまり良くない。また、山頂には二等三角点がある。 小賀市山の東側のピークにある、東両天望台や西側のピーク三岳からは、北西から北東にかけて、日光連山、高原山、那須連山と、倉掛山、東に、滝山と宇都宮市街、南に、鹿沼市街が眺望される。詳細は、小賀市町長名の由来を参照小賀市山の3名は、南大山頂遺跡からの出土物に、小賀市とあるのが書出で、 その由来としては、崩落崖を意味する、焦がすないし、焦がす、焦が点火したものとの説がある。複数の登山路が設けられており、コースによっては喫立した岩場を昇降しなければ、ならない地点もあるため、あらかじめ登山コースを選定しておくと良い。従来、比較的登りやすい山と考えられてきたが、相次ぐ死亡、滑落事故の発生を受けて、 栃木県山岳総南防止対策協議会は中級者コースに格上げした。小賀市山では山独の宇都宮市立上三世小学校の児童、教職員、保護者と地元住民、山岳会員らが毎年清掃登山を行い美化に努めているが、一部の心ない登山者によるゴミのポイ捨てや排泄行為が後を絶たず、マナーアップが呼びかけられている。登山路としては、 森林公園側から登るコースと赤岩山の北西山麓からまず赤岩山に登るコースがある。登山者の増加により勝手に作られた登山道もあり注意を要する。赤岩山に登るコースは登山道の案内板の状態があまり良くなく駐車場もなく公共の交通機関によるアクセスもできない。また登山路には岩場も多く初心者には難しいコースである。 特に赤岩山と三岳山の間は岩と岩の間を通らねばならない場所があり、補助的にクライミングロープを使った方が安心である。赤岩山頂は落葉樹に囲まれ視界はほとんど効かないが、近くにパラグライダーの基地跡があり、そこからは西側に眺望が開けている。森林公園側のコースは登山口に広い森林公園駐車場や小菓子。 山南登山道駐車場など駐車場が複数整備されており、また分岐路には案内板も設置されていて、初心者にも登りやすいコースとなっている。森林公園側から登るコースには、森林公園から出発する北登山道コースと、城山西小学校に近い南登山道、駐車場から出発する南登山道コースの大きくに、コースがある。森林公園赤川ダムから、 富士見峠を経る北登山道コースは、駐車場のある赤川ダムから見晴らしの良くない単調な林の中を1時間以上歩かねばならないが、休憩所が適所に整備されており、斜面も比較的緩やかで階段が設けられているので、初心者でも登りやすいコースである。落葉機は多少展望が効くようになるが、積雪する場合があるので注意が必要である。 植物に興味があれば、中尾根付近の片栗群落や、塩根城の525メートルピーク付近の矢潮ツジを楽しめる。富士見峠から東両展望台口を経て小菓子山に至る。南登山道は登山口にほど近い位置に駐車場があるので、アプローチ時間が短くて済む。コースによっては崖を昇降する近道のコースもあるが、 やや遠回りとはなるが緩やかな道を選ぶこともできる。それでも1時間程度で小菓子山の峰に到達することが可能で、1時間強で小菓子山山頂に到達する。道中に水量の少ない不動の滝があり、周りの岩場はロッククライミングの練習場所となっている。小菓子山の良好な展望台でもあるお竹へは小菓子山山頂を西に進み、 南登山道の分岐を直進するコースであるが、途中にはしごを昇降する箇所や、低い岩場を昇降する箇所もあるので、初心者や小連れは、注意が必要である。数十メートル級の岩壁が至るところに喫立する、ことから、ロッククライミングの練習場所として、関東地方のクライマーを集めてきた。特に、南登山口から進んだ不動の滝周辺が、クライミングの練習場所として利用され、 休日には混雑することがある。岩場は、私有地であり、地主の行為によって解放されている。一時期クライミング禁止が検討されたことがあり、クライマーは、目立きエリアへの立ち入り禁止、樹木の伐採禁止、神社への私物の放置禁止、広場以外での焚き火禁止、ゴミの持ち帰りを遵守する必要がある。パラグライダー基地赤岩山には1984年7月開業の、 スカイパーク宇都宮と1992年4月開業の赤岩パラグライダースクールの2校のパラグライダースクールがある。両校とも初心者の体験フライトからライセンス取得まで対応している。パラグライダーの基地は赤岩山の南西山麓にあり、フライト地点は山頂付近に位置している。山頂の東には旧フライト基地があり、 長望のない山頂に変わる見晴らし台となっている。AB 池田 2012P17 手塚 2015P158 小林康彦町日本百定山の小菓子山の項による池田 2012PP65 から 81AB 池田 2012P65 池田 2012PP17 から 1965ABCD 佐藤2013 p156 佐藤 2013pp156 から157花は静岡著、栃木の地名によるトレッキング宇都宮市森林公園2020年11月28日閲覧手塚 2015p159 佐藤 2013p157 宇都宮ハイキングクラブ編2013 P202 ABCD 宇都宮ハイキングクラブ編2013 P203 AB 神杉2015 P121 AB 宇都宮ハイキングクラブ編2013 P196 神杉2015 P120 ABC 小賀子さんクライミングネット大和警告社。2020年11月28日閲覧川端智子パラグライダーに 朝鮮ふわり飛んだ、総会館毎日新聞2003年9月4日付長官、栃木版26ページ、猛暑台風一家、秋風の予感、朝日新聞1993年8月29日付長官、栃木版、DK スカイジム、宇都宮エリアの紹介、体内パラグライダークラブ、2020年11月16日閲覧、AB、魅力いっぱい宇都宮、 宇都宮市経済部観光交流課宇都宮観光コンベンション協会2020年11月16日閲覧ありがとうございます。